皆さん、こんにちは。私からは、豊富な実習で実践的力をつける京都の理系大学という題でお話しさせていただきます。よろしくお願いします。次お願いします。はい、では改めて自己紹介させていただきます。京都工芸繊維大学工芸科学部デザイン建築学科程の柊木です。今日は私の志望大選択ストーリーと京都工芸繊維大学についてご紹介します。皆さんの進路選択の参考になれば嬉しいです。次お願いします。まずは私の進路決定についてです。私はずっとものづくりが好きだったので、高1の時から漠然と工学部かなと思っていました。そして SH という高校の制度を利用して大学の研究室を見に行ったり、オープンキャンパスへ行って、高1のうちには建築学科に行こうと決めていました。そこから大学が決まらず悩んでいたんですが、高2の総合の授業で自分の興味関心をマップに書き出すという機会があって、そこで私がどういうことに興味があるのかっていうのが分かりました。それからは研究内容までしっかり調べて大学を絞っていきました。ただ今の大学を知ったのは高2の秋ぐらいで、オープンキャンパスは終わっていたので学祭へ行ってみました。で、そこからここに行きたいという思いが強くなって、ちょうど高3になるくらいに志望大に決定しました。まとめると、私の志望大決定の決め手となったのは研究内容と大学の雰囲気です。興味がはっきりしていたので研究内容は充実していました。そして最後は大学に行ってみた時にこういいなっていうふうに感じたのが決め手でした。一方で失敗したなと思うこともあります。結構早くに進路を決めていたんですが、今から思うと早く絞りすぎたなと思います。実は大学に入学してから少し進路を変えているんですよね。なので最初は幅広く調べたり見学してみる方がいいと思います。では次に京都工芸繊維大学についてご紹介していきます。はい、大学の名前から何を勉強しているところか分かりにくいかもしれませんが、6つの課程があります。いわゆる工学部に近いんですが、工学系だけではなくて農学や理学、芸術分野もある理系大学です。下にある地域創生テックというのは、上にある6つのどこかの課程で勉強しながら地域創生について実践的な勉強ができるプログラムです。次お願いします。私が思う大学推しポイントは3つあります。1つ目は環境です。実験や製図のための設備がしっかりあるっていうのと、真面目な人が多いので一緒に頑張っていけます。そして2つ目は理系以外の授業も受けられるということです。近くにある2つの大学と一般教養の授業を出し合っているので、文系や医学系の入門のような授業も受けることができます。そしてもう一つは資格が取れるということです。この3つの資格を目指す人が多い印象ではあるんですが、それ以外にも理系ならではの様々な資格が取れます。では続いて私の課程についてご紹介しようと思います。まずデザイン建築学課程は1回生の後期から2つのコースに分かれていきます。ここで私は建築から進路変更してデザインコースに進み、今はデザインの勉強をしています。それぞれのコースにはもっと細かい分野があって、3年生以降にさらに分かれていきます。特徴としては建築でも設計ではなくて歴史の先生が多かったり、デザインでもビジネス系の分野があるというのが特徴です。次お願いします。この過程は通称デザ研というふうに言うんですが、推しポイントは4つあります。まず、実習が豊富です。入学してすぐに課題が始まって、1回生のうちから実践的な勉強ができます。そして、そのための環境が整っています。製図台が1人1台割り当てられているので、いつでもそこで作業を進めることができます。また、学年が上がると、レーザーカッターや 3D プリンターなどを使う人もいます。そして建築とデザインそれぞれ幅広く学べるというのも特徴です。デザインコースでも建築の資格を取れるカリキュラムになっていて、私もデザインコースにいながら建築の授業も取っています。またグループで行う課題もいくつかあって、協力して課題を進める経験ができるっていうのと、その課題をきっかけに仲良くなることができます。では次に今私が勉強していることをご紹介します。は
い、では少し突然ですが、皆さんデザインってどんなイメージを持っていますか？なんとなくこうおしゃれにするっていう印象の人もいるかなと思うんですが、実は見た目の綺麗さだけじゃなくて、その元になる仕組みだったり、いろんなことを学んでいきます。ここにある写真は私が課題で作ったもので、水族館のロゴと施設内でのサイン、広告ポスター、あとは右のようにカフェの内装を考えたり、アプリの仕組みや、画面の配置を考えていくのもデザインです。真剣ゼミのアプリもそうだと思うんですが、みんながどうしたら使いやすいのかっていうのを考えて形にしていくことを勉強しています。理系大学ではあるんですけど、このデザインコースだけは少し理系っぽくないところがあるので、文系の人でも興味があれば一度調べてみてほしいなと思います。次お願いします。私は大学生になって今がすごく楽しいんですけど、それは自由かつ時間があるということで、自分のやりたいことに取り組んでいけるからだと思っています。もちろん課題で忙しい時もあるんですけれど、興味のあることを勉強できているので面白いです。また勉強以外では関わる世界が広がるっていうのが楽しいポイントです。この写真は1年生で参加した合宿で、京大の建築学科の人とチームになって実際に休憩所を建てるということをしていました。次お願いします。ではまとめとなりますが、大学生活は自分次第ということで、高校までとは勉強への印象が変わって、好きなことを追求していけるのですごく楽しいです。ものづくりが好きな人、また京都で学生生活を送りたいという人にはおすすめしたい大学です。特にデザインや建築を勉強している中で、京都ではすぐ近くに本物があるっていうのですごくいい環境だなと思っています。最後に、私の進路選択ではものづくりが好きだっていう軸があったからこそ、あまり迷走せずに来れたのかなと思っています。なので大学名や学科名にとらわれず、自分の興味や好きなことを見つめ直してみてほしいなと思います。今日の私の話が皆さんの進路選択の参考になれば嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。